はい、今日は12月にもなったってことで、あなたモテメイクやってきまーす。まあ寝起きなんですけど、なんか最近ね、私ちょっと普段のカラコンが大きめのカラコンするようになって、なんかちょっと甘い感じの顔にするのが個人的にハマってて、まあ、29歳限界チャレンジしたいね。なのでちょっと今日はね、甘々めな感じの顔を意識してメイクしていこうと思いますので、早速ペラ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 、よろしくお願いします。スタート。まずね、モテるメイクをするときは肌です。もうメイク薄くてもいいよ。とりあえず肌だけめっちゃ綺麗に見せちゃったら、どんな男性もいい印象しか持たないの。ウォン・ジョンヨのパック、私はね、ディープモイストタイプを選びました。乾燥するやん。特にさ、この口周りとか気づいたら粉吹いちゃったりしてさ、それこそ今日さ、ちょうどタケとスマホディナー行こうよみたいな話になって、レストランで予約したところ、みんななんかするクリスマス。でも私ね、タケに出会う前はさ、クリスマスとかって彼氏いたためしねえのね。ポチャムつけたいのに、ポチャムがさ逆さまになっちゃうんだよな。ポチャムのこっち側を作ってください。まあでもみんな同じ期さえ、ただでさえ忙しいのにさ、クリスマスプレゼント何するとか決めんといけんや。マジで大変じゃない。今日のカラコンはエバーカラー版でナチュラルのパールベージュ。モレルカラコンって TikTok でバズってて、サイズはね 14.5 ってめちゃくちゃでかいんだけど、幅広げたやん私。サイズ幅くっきりさせたから、今日盛りたいなみたいな日とかはこういう大きめなカラコンだとまた印象変わるなと思って。もち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 ゃもちゃもちって似てない。白くてもちもちしてるもの好きなんだろうなって思う。化粧水とかは終わってたので、これからベースメイクしていきまーす。なんかアンドミーのクッションがさ、なくなったんだよね。じゃあすごく開けるの心苦しいんだけど、この間ピヌエのポップアップ来店イベントさせてもらった時に、ファンの子がプレゼントの中に入れてくれてたポチャムのメイクアップパフ。やばい、かわいすぎる。ポチャム。しかもこのファンの子ね、見て、この紙袋に入れてくれたの、めちゃくちゃ嬉しい。みんな本当にありがとうございました。プレゼント大切に使わせていただきます。はい、ってことで、まず下地の前にカネボークリームインデイのリミテッドサイズ、半分のサイズが出てたので買いました。乾燥するところに塗っていきます。絶対に乾燥させない、うちら。これだけは絶対約束。ほら、めっちゃツヤツヤでしょ、これだけで。じゃあ次、もう今回はとにかく肌に課金。クレドポーボーテワコールコレクチュールプレメイクアップ、クレドポーボーテの下地でございます。こんな感じ、殿堂入りじゃないこれは。プチプラのコスメももちろん大好きなんだけど、ベースメイクってやっぱりデパコス綺麗やなって思う。はい、下地だけ塗った肌がこんな感じ。したらシピシピのフィットスキンクッションの01、気になるところに塗っていく。これ01番やけん、なんか全顔に塗ると真っ白になっちゃって、顔の中心とかなんか立体感出したいところにちょっとハイライト代わりっぽく、あとカバー力がね抜群にあるから、絶対にあら隠したいですみたいな人かはめちゃめちゃいい。一回軽く塗っただけでも全然結構違くない。そうだ、このねロージーローザの新しく出てたもちもちの全ファンデーション対応されてるこのパフ、パウダーもリキッドもクッションもいけますみたいな、めっちゃもちもち。パフにファンデーションが染み込まないらしくって、取った分均一に塗れる。あーでも綺麗かも。でクリオのキルカバーハイグローファンデーション3番のカラーリネ、これ結構伸びいいからマジでちょっとでいい。てか明日からね、家族でね、軽井沢に旅行行ってくる。家族で旅行みたいなのがめっちゃいいよね。彼氏と旅行とかも憧れるけど、あ、私の人生でもそういうのはないのか。だからね、若い頃いっぱい恋愛しといた方がいい。みんなもちろんね、自分を傷つけるやつとの恋愛はダメなんだけど、まあ、結果的に人生経験になったよねって思える恋愛なら私はね、財産だと思ってるよ。なんか孫ができたりした時にばあちゃんの恋愛話とかしたいもんね。そういうばあちゃんになりたいもん。なんかね、このパフに染み込まない分、ずっとこうなんか重ね塗りされてる感が若干あるから、なんかパフってある程度パフに染み込むのも大事なんやなって、これ使ってちょっと思ったかもしれない。どうなんだろう、好みなのかな。ただのこうすぐもちもちの柔らかさがめちゃくちゃ好きだから、この質感はめちゃお肌にはいいと思う。ってことで、まずシェーディングやっていこうかな。じゃん、アイムミミのデュアルフェイスカラーの02番。今日は丸顔っぽく見せたいので、この
横のところは削りません。この間さ、生オニオンに会ったの。アミューズ様にね、ご招待いただいてメディアの会場に入れてもらったの。やばくない？ TikTok でめちゃくちゃオニオンちゃん回ってきたでしょ。オニオンが日本に来たみたいな。ゼロ距離でオニオンちゃん見て、やばかった。マジで見た瞬間、美しさに涙が出た。その経験が初めてで、美しいものを見ると人間涙出るんだって思ったの。可愛い、綺麗、美しいの最上級の感情って泣けるんだって思った。ボロボロ涙出てきてびっくりした。病んでんのかなって思うくらい。人を美しさで倒せるってある。美しさの波動を感じた。ふわーんみたいな、ふわーってなんか飛んでいきそうになっちゃったもん。もういうの見た瞬間、ふわーふわーふわー。はい、エチュードのコントゥアパウダー3番ブルベカラーです。この薄めなカラーを取っていきます。今日はね、ちょっと鼻先は丸めに、さっきもシェーディングアイムミミのやつをここのね、鼻先のところ丸めに入れたんよ。あれだけだとなんかちょっと影濃すぎるけん、これでなじませていく。あ、待って、なんかしっとりしちゃうと思ったらパウダーしてないやん私。ごめんなさい、本当にごめんなさい。エレガンスフェザーベール003フェイスパウダーです。これさ、粉はめちゃくちゃいいんですよ。もうエレガンスなんで。わかりますか、これこのタイプ使ってる方ならわかりますよね。大分に行ってキャリーケースの中に入れて持って帰ってきただけなんです。これ何これ、きなこ餅どうする。トントントンって蓋に出すとかそんな次元じゃないんだよね。なんかエレガンスのエレガンスさないよね。でもめっちゃ綺麗。エレガンスのお粉が大好き。ベースをツヤっぽく作ってるから、ある程度パウダーはたいてもツヤ感残ったセミマットになるんよ。ベースメイク綺麗じゃないですか。てかこの後さ、私グレイルの購入品も取りたいからさ、ちょっと急がないと。で、鼻先の説明をもう一回すると、今日はちょっと可愛い系の顔にするから、可愛い子ってなんかちょっとこう鼻先丸いのよ。あんま入れすぎると君おひげ生えてますかって感じでちょっと彼に勘違いされちゃうと思うので、ほどほどに。で、そのまま眉頭ここ取って輪郭をなじませていく。で、この時に首のここら辺とかまで、まあ、ちょっとハイネック着る子やったら汚れるけんあんまりおすすめませんねんけど、軽く影伸ばすと首長く見える。やっぱね、ブルベはこういうね、ブラウンよりもこっちの薄いパープルグレーみたいな感じのカラーを使う方がシェーディングなじむよ。ってことでシェーディングこんな感じです。ただアイメイクに入っていきます。じゃん、クリオプロアイパレットエア02番のローズコンネット。これは9点で買った方がいいよ。紹介でもこのアイシャドウ紹介したと思うけど、カラバリがいい感じ。最近の韓国コスメはガチ使いやすいカラーしか入ってませんみたいな。あー、早く韓国行きて。まずアイホールにこことここのカラーをのせていきます。今日はなんか印象が柔らかめな優しい雰囲気のお姉さんって感じのメイクしていくから、強めな色はねのせないようにします。なんかよくさ、男性とかにもさ、こういう格好かこういう格好やったらなんかどっちの女性に話しかけたくなるみたいな。強めな格好の時か、このちょっと柔らかいスナイデル系、まあ、どっちかというと女的にはこのスナイデル系の女子ってちょっと地雷だよねみたいな、多分この強めの女性の方が性格いいぜみたいな。そらもう大体もう100発100中で、こっちかなーつって繋いでる優しめふわふわお姉さんみたいな方を指さすから、まあ、そうだよねと思って。ここのカラー、ここのねカラーね、若干キラキラ入っててめちゃめちゃ可愛いの。これを上と下に乗せていきます。私のネイルもキラキラで可愛いし、このパレットのピンクはなんかウサギさんみたいで可愛い。ウサギさんみたいで可愛いってピンクの意味わかんないんだけど、普通に人間の色っぽいとかウサギに言われたらはみたいな感じやん。うちらも何の話って。締め色は濃すぎない方がいいから、このローズっぽいカラーを取っていきます。大幅ら辺にのせていきます。したら下のまぶたに線描いていくんやけど、こことここを混ぜて手でなじませて、涙袋も一緒に作っていく。黒目の半分以降、ここからちょっと影が太めって感じになると垂れ目っぽい涙袋になるの。目尻に向けて涙袋をちょっと太めにしていくイメージ。こんな感じ、違くない印象。この上の目尻の延長線も下につなげていく。10年前くらいに私こういうメイクしてたんだよな。
材って回るなーって。またさ、つけまつけたりとかさしてるやん。ちょっと今目元濃く見えるかもしれんけど、後でちゃんと馴染んでいくのでご安心を。したらジュディドールのダブルアンダーアイライナーの01番、これは片端がこういうペンシルになってて涙袋をかける、もう端っこがリキッドになってて平たい筆なの。まあ、今回はパウダーで涙袋を描いてるからあんまりいじりたくないんだけど、絶対に崩れたくないみたいな場所とかはさらにリキッドでなぞっとくと涙袋が夜になってもよれないし消えないです。こっちのこれもちょっと上からなぞるとさらに涙袋くっきりして可愛いのでおすすめです。じゃあ先にキラキラのせようかな。ウォン・ジョンヨのダイヤモンドライナー01ピンクフィーバー、可愛いよな、このウォン・ジョンヨのラメラメ。結構ラメののせ方もさ、コツあるよね。女の子と遊ぶときは濃くていいんだけど、男性と遊ぶときなんかあんまりキラ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 のせすぎるとなんかどうしたって思われるから、もう本当にさりげなくでいいと思う。上まぶたのラメも最近このウォン・ジョンヨのグリッターでキラキラさせてます。待って、眉毛ないのキモいな。先眉毛描くわ。じゃん、サナエクセルカラーエディテッドパウダーモーブ、ウィンターモーブのカラーです。なんかね、パーソナルカラーに分かれてて、私はブルベフーのカラーを買いました。下半分の2色を取って混ぜて眉頭から混ぜていきます。眉毛のさ、色がさ違うだけで本当に垢抜けると思う。ほら、こっちとこっちだけで。眉毛ってめちゃくちゃ大事だよね。眉毛をパウダーで描いたら、ロム&の眉マスカラの01番、グレイスドープ、黒抹殺よ、黒抹殺。一時期さ、眉毛黒くてもいいんじゃねって思ってた時期があって、だから黒髪やしって思ったけど、なんかやっぱ黒髪でも髪の毛よりはワントーン眉毛は明るい方が可愛い。でハイライトいきます。じゃん、クレドボーポー、クレドポーボーテル、レオル、もういいやな、長い長い、もう長い、これル、レオス、ルこの電動入りしてるやつを鼻先に、まず綺麗、マジでデートは絶対これを。レコはふっくら見せたいので、これね、中間地点は塗りません。鼻にがっつりハイライトのせると顔長くなっちゃう。やっぱね、綺麗なものってね、世の中にいっぱいあるけど、デート向きなのはこういうデパコスのハイライトかなって思う。女友達に可愛いねって言われたりするのは圧倒的に韓国とか中国コスメのダメやな。やっぱ男性はあんまり化粧してないだろうな、この子なのに元から肌綺麗なんだろうなって思わせるのが大事だから、人工的なキラキラってよりは内側から発光します、私って感じでアピールするのが大事。ちょっと追いハイライトいきます。これはエレガンスなんだけど、クリームフェイスカラーで、アットコスメ購入品の時に買ったんやけど、めちゃめちゃこれも綺麗で、濡れ感を演出すると言いますか、肌は結構ねセミマットに作ってるから、こういうハイライトでしっかりと後でツヤを足してあげるとより一層綺麗になるかな。こんな感じです。マスカラをしてない。だから工程多いなぁ。女の子って大変すぎないですか？アイライナーはキャンメイククリーミータッチライナー。これはもうミズとも言えますよね、皆さん。インラインいきます。インラインの私あんま好きじゃなくて、インラインない方が抜けっぽい目じゃねーとか思うんだけど、今日アイシャドウしっかり塗ってるんで。エチュードのマスカラフィクサー。デートまつげさ下がりたくないやん、まあ、日常的にも下がりたくないと思うけど、これ一択よ、夜まで絶対下がんないんだから。あ、マスカラはキングダムのタバカマスカラです。これもね、今3本目くらいのリピ中ですね。マスカラも結構ね、日々使いたいまつげの質感によって使い分けたりするから、今日はちょっとお人形さんっぽい見た目になりたかったんで、しっかりタバ感が出るものを使います。わあ、今日びっくりするくらいまつげミスってるわ。最悪なんですけど、どうしよう。じゃじゃーん、救世主つけまつげ。リアップのまつげ大好きだからさ、別に今日動画をさ撮ってるだけだから、デートがあるわけでもないんだ。私があの時にしっかりとまつげを上げることができたら。でもね、このリアップのねまつげめちゃくちゃいいんよ。そーっと自然、なんかつけまってこんなに進化したんやと思った。なんかつけまつげってさ、どんなにナチュラルなものでもさ、なんか下向いた時に分かったりするやん、付け根の部分のところがさつけまっぽいっていうか。なんだけどこれはマジでそれがないんだよね。失敗したけど、より
可愛いまつげになったから逆に失敗してよかった。 D アップのこのつけまつげの接着剤、これって私が高校生ぐらいの時からずっと人気なんやけど、未だに人気やし、マジで取れない。なんかあの時ってさ、絶対にこれが取れないっていうの分かってて欲しかったんやけど、やっぱ買うお金なくて普段使ってるアイプチで貼っつけたりしよったんやけど、あの時も憧れやったし、今使っても本当にまつげ取れないなって思う。じゃーん、 D アップのまつげ良くない？結構さ、割と素で長いんかなみたいな。 D アップのまつげマジでいいよ。タバカンまつげって書いてるやつね、探してみて。ここはリキッドじゃなくてジェルペンシルで描いた方がナチュラルになる。つけまつけてアイライナーはめちゃめちゃ垂らすみたいなメイク、なんかほんと10年前の10年前じゃない15年くらい前のポップティーンとかに書いてた。ちょっとまたやってんのやばいんですけど、15年後くらいに。だってさ、今私の動画さ、中学生とか高校生とか見てくれてたりするよね。14歳の頃とかって私めちゃくちゃ雑誌とか読んでたの、大好きで美容が。で、あの当時で言うとクミキーちゃんとかカンミユイちゃんとかすごい大好きだったんやけど、あの当時の私くらいの子たちがもしこの動画見てたりしたらさ、15歳差とかでしょ。怖いんですけど。あ、チークはバニラコのチークの PK01 番です。マジで毛穴レスになって綺麗に見えるから。やっぱ色のチーク使ったけど、バニラコのチークが夜まで色持ちする、ちゃんと。やけん結局バニラコに戻ってくるんよ。すごい、本当にクッションもいいし、パウダーもいいし、プライマーもいいし、全部いい。リップも可愛いし、バニラコ大好き。こんな感じでふんわりと、ちょっとね、唇の上にも鼻にもチーク。てかさ、私特技とか、別に特技とかでもないんだけど、真冬なのに唇が全く乾燥しないんだよね。ほら、朝から何も塗ってないんだけどさ、なんかプリプリじゃね。しかもヒアルもずっと入れてない。なんで？アミューズのリップライナーでちょっと唇を若干ふんわりと自撮ります。なんかリップって死ぬほどあるからこそ悩むよな。よし、リップ決めました。なこみちゃんのブランドのゼンティのグローレディリップグロス。なんかね、ピンクすぎず、すごいレディーなカラーなんで、ピンクなんだけど程よくコーラル、質感がすごい好き。すごいさ、なんか自然なさ粘膜カラーでしょ。これにエスポワのグロスを重ねます。グラッシア、あの青みのねラメが入ってるから可愛いんだよね。これ中心部分に唇こんな感じ。じゃあ最後にクラランスのメイクフィクサーで固めます、顔を。はい、ってことでヘアとお洋服を整えていきます。じゃーん、クリスマスデート甘々メイク完成しました。はい、メイクはこんな感じです。伝わるかな。いつもよりはなんか青みは結構抑えたコーラル系のピンクを使ってて、リップもチークもで、こういうハイライトの部分も内側からにじみ出てますみたいなツヤっぽさ。けどまあロングだから緩巻きにしてみました。はい、はい、ってことでみんな今年のクリスマス、ホリデーシーズンもみんなハッピーにやっていきましょう。あ、これあれだよ、ワンピースはエミネ×オルドットのコラボワンピースで、めちゃくちゃ可愛くない？こんな感じのホリデー感満載でしょ。でもね、これ限定カラーだからさ、ポップアップ、アスペクティブさんのさ、大阪のポップアップ限定カラーなのでに、このアウターはエイミー、ちょっと大人めな彼とディナー行く時とかはこんな感じのふわふわコートとかいいんじゃないかな。はい、ってことで今日の動画はこんな感じでした。バイバーイ。